こんにちは、吉谷です。松浦さん、今回はですねイリュージョンコンプリートボックスをお申し込みありがとうございました。はい、まあ、松浦さんはですね、まあ、僕の商品をいろいろと買っていただいてありがとうございます。まあ、以前はですねセミナーにも参加していただいたりとか、していただいてると思うんですけども、おそらくですね結構僕の商品とか、セミナー映像とか見て勉強していただいてると思いますので、まあ、今回の、まあ、ドリアカにも入っていると思いますし、多分もう勉強しなくてもいいのかなとは思うんですけれども、今回の、まあ、コンプリートボックスに関しては、まあ、久保さんが、まあ、メインというか、まあ、久保さんの話がすごいので、まあ、もう多分おそらく久保さんの話に興味があってお申し込みいただいたと思うんですけど、おそらく久保さんの話めちゃめちゃいいんで、まあ、ぜひ聞いていただきたいと思います。でおそらくその久保さんがどうやって全くの初心者の状態から1億稼げたのかに関しては、今回のコンプリートボックス全部見ていただければなるほどというか、やっぱりそうだよねっていうところに落ちると思います。僕のセミナー映像だったり僕の商品の映像とかも見ていただいてるし、ドリアカも見ていただいてると思いますので、多分確信に変わると思います。やっぱりそうだよねと、っていうところだと思います。だからまあ確認というか、まあ、僕の方でも結構言ってると思うんで、まあ、それを久保さんの話から、言葉からですね、実際本当3年前お客さんだった久保さんが、まあ、どうやってその1億以上稼いでったのかっていうところですよね。そこをまあ話聞いていただいて、まあ、ぜひですね腑に落としてほしいと思います。腑に落ちれば、まあ、もっと多分行動できると思うんですよ。だからまあ今後ですね、自分がアクションしていくにあたってまだ踏み切れてない、まあ、全ベッドできてない、全力でいけてないっていうブレーキがかかっているところを、ブレーキをこうなんだろうな、取るきっかけになるんじゃないかなと思います。で今回のこの、イリュージョンの 1,2,3 全部久保さんの話聞いていただければ、まあまあ大丈夫かなと思います。はい、ぜひですね、勉強していただいて、勉強するだけではなくて、まあ、これドリアカでも言ってますけど、まあ、行動しないと何も変わらないので、まあ、ぜひですね、まあ、行動していただければなと思います。ちょっとか、咳が出た。まだちょっとね、風邪というか、多分ね、気管がちょっとやられちゃったっぽいんで、ちょっと咳出てすいません。はい、まあ、今回ありがとうございました。ぜひ勉強してみてください。はい、ありがとうございます。